君はあのフェイスブックでね、このここを見ててさ、なんかいいとこだなーなんて行ってみたいなー、ね、夢の国みたいな。あの、行ったことある人、は
あー、行ったことない人、おー、半分ぐらいいる。圧倒的に好き。高円寺じゃないよ、高円寺じゃない、あのね、井の頭公園でもない、高円寺じゃない、高円寺。イエーイ、イエーイ、面白いね。広さやべ、本当にね、モニターいいっすもん。モニターいい、モニターいい、ちょっと。よし、じゃあね、次にあの歌います、マミが。イエーイ、これがおかしくなっちゃって。Yeah.
行くよ、まみちゃん。ありがとう。今日はあの焼き鳥さんに呼んでもらってありがとうございます。ありがとうございます。初めて会ったのがジャミン、覚えてる？おー、そう、青い列車に乗って俺もどっか行きたい行きたい。もうね、仕事とか全然したくないしね。ラーメン作らない、ラーメン作らない、ラーメン作らない。まみちゃん、一緒に行こう。もう人としてね、ちょっとどうかしてるよね全否定、生きることをダメダメ、スタートすることが向いてないの気がするからね。気持ちわかるわ。本当にラーメン屋さんの。やっぱりなんかね、あのギターが変だから取り替えるわ。ちょっと苦しい。変える？変える。もう音が出なかった。オッケーオッケー。ね、ちゃんとね、今日ね、高野寺でね、だいぶやっちゃいましたよね、俺たち。ちゃんとね、だいぶ間違いまして。だいぶやっちゃって。高野寺すごい。テレビね、この間3日前かな、出てて見てたんですよ。で、あ、高野寺ってあそこじゃね？って言ったらね、マスターがいたんですよ。えぇ、ー、って思って、うん、すげえついてんな今日みたいな。マミちゃん、イエーイイエーイイエーイ、マミちゃん、マミちゃん。ちょうどね、あの渡辺正幸さんがね、座った席におらしだったんでね、タイミングがなかった。なんであれ、ほら、パワー上がった。やばい、やばい。彼もオッケー。じゃあね、もう本当にね、この世界がどんどんどんおかしくなって、気候もおかしくなってってね、今日もなんか暑くなっちゃってさ、大変なことが起きちゃってるんですけど、まあそういうことをヒロさん、ヒロさんあのラブ&ピースでね、歌い方がスノー、ヒロさんかわいい。ラブ&ピース、目の上に立って僕は向こう側を見張っている。川の向こうから壁を覗く君もまた見張っているから、神様が違うとしても、君の命、僕の命の重さだけ同じはずだね。僕一人でこの世界を変えることなんて
崩れないように